にちは、みなです。本日はですね、私のヘアケアアイテムのご紹介をしたいと思います。はい、ということで、はじめに恒例のアナルイサのジュエリーのご紹介をさせていただきます。今回も3つ選ばせていただいてるんですけど、まず1つ目がこちらのなんかこうアシンメトリーになっているピアスなんですけど、すっごくこちら可愛いですよね。こちらのピアスはすごくインパクトがあって、だけどシンプルですっごく好きですね。重さは重くはないです。なんかしていてすごく負荷があるほど重くはないけど、とっても軽いかと言われるとそこまで軽くもない。でも全然耳が痛くなったりとか伸びたりするほどの重さではないと思います。あと2点あるんですが、まずこちら、こんな感じの丸っこいフップピアス、これもねずーっと気になってたアイテムだったのですごく嬉しいです。ちょっとつけてみます。本当にこのつける時もここ上からカチッと留めるだけのタイプなのですごく楽ですね、装着が。これもねすごく可愛いです。こんな感じです。ちょっと小さめのコロンとしたものが耳についているような印象になります。とてもお上品な感じで女性らしさが出るピアスかなと思います。ゴールドで品があって、まあ、冬とかニットにすごく合いそうなアイテムですね。で、今ちょっとネックレスもしてるんですけど、こちらもアナルイサのものなんですが、このネックレスとも相性が悪くないというか、なんか両方あってもうるさくないような感じで、すごくすごくこれも好きです。で、もう一個がまたまたフープなんですけれども、こちらです。なんかちょっとロープみたいになってるっていうか、ネジネジってなった感じですね。で、こちらも同じく先ほどみたいな感じでカチッて留めるタイプのもので、これもすっごく可愛いんですよ。はい、こんな感じです。これはちょっとさっきのプリッとしたものよりは細身にはなるけれども、でもすごくいいぐらいの大きさ。これもでちょっとネジネジってなっているそのデザインが印象的で、これもシンプルなんですけど上品に見えますね。どれもすっごくお気に入りです。で、これ重みはこれが一番どうだろう、重たいのかな、2番目のこのコロンとしたやつが一番軽いかもしれないですね。中がちょっと空洞になってるので、で、これは中が詰まってる感じはする。だけどこのサイズ感なので重たいって感じは一切ないですね。ということで、ちょっと今日は一番初めのアシンメトリーのものに戻します。で、アシンメトリーってすっごく違いすぎると個性的になると思うんですけど、これぐらいだと本当になんか私の今の気分です。丸みもあって女性らしくて大好きです。で、アナルイサを知らない方に少しだけご紹介すると、地球環境を汚すことのないようなこう持続可能なジュエリーを作っていくっていうあの気持ちでできたブランドというか、すごく初めからそういう意識で作られていたブランドだったので、そのコンセプトに私はすごく、愛があるブランドだなと思いました。で、特徴としてはとても価格が買いやすい価格、とても品質が良くて、まあ、それぞれそのジュエリーによってちょっと素材は変わってくるかもしれないんですけれども、すごく素材がいいのに39ドルから商品があるので、とても手に届きやすい価格だなと思います。で、デザインが私はすごく好きです。私最近シンプルベーシックなアイテムが好きなので、毎日つけていても飽きない、こうずっとつけていたいと思えるジュエリーっていうところも特徴かなと思います。で、今クリスマスの期間でとてもお買い得のようです。ギフトボックスとギフトメッセージが入力できるようになっていたりだとか、2つ購入すると1つが 40% オフになるというようなキャンペーンを今やっているようですね。例えば一つ自分用で一つお母さんだったりお友達だったりにあげるっていう風でもすごくいいのかなって思いました。お揃いとかもいいですしね、1年の中でもすごくお買い得な期間のようなので、気になった方は見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、ということで本題に入りまして、ヘアケアのご紹介をしていきたいと思うんですけど、 Q&A をやるっていうことで質問を募集した時にヘアケアの質問がいくつかあったかなと思うので、それをちょっとここで動画を一本作ろうかなと思いました。今の私のヘアスタイルはこんな感じでショートですね。ここ最近はずっとショートで、ちょっとこっち側とかすごく分かりやすいんですけど、
ブリーチをしてます。表面の毛先だけブリーチがされてるような感じで、根元とかこの内側の部分とかはそのまま黒の感じの色味になっているヘアスタイルですね。私の髪質としてはくせ毛、もう超強力なくせ毛、そして、乾燥するくせ毛だから、で膨張する、で結構髪が太いわけじゃないんだけどちょっと硬いというかごわついている、とっても扱いづらい髪質で、これをどういう風に日頃収めているかっていうお話をしていこうと思います。使う順番にご紹介していきたいと思うんですけど、まずお風呂に入って髪の毛を洗う前に使用するアイテムがこちらのお風呂の中で使う用のブラシですね。スカルプブラシというもので、こちらでまず乾いた髪の状態で溶かします。でちょっと汚れが浮かしたりとか、お湯が入っていきやすいような状態の髪を作るというかで使ってます。すごくね気持ちいいんですよね。全然痛くないし、頭皮がこうマッサージされる感じもするし、柔らかいのでここが、とっても気持ちいいアイテムです。美容院行きたての時はこちらを使ってます。アンドパープルのカラーシャンプーですね。紫シャンプーっていうものかな、いわゆる。すごくね紫の色がついてるようなので、これは Amazon で買いました。なんか紫シャンプー使った方がいいですって美容師さんに言われて、その方がカラーが持続するということで、初めの2週間とか、ずっとでもいいと思うんですけど、こちらを使ってます。でこれ結構普通に泡立つし、使い心地もそのきしんだりとかも一切しないし、しっとり仕上がるので仕上がりもすごく好きですね。でこれで泡立てたら、頭皮洗うのはこちらのウカの剣山みたいなやつ、こういうやつ、ブラックが硬い方だったかなと思うんですけど、すごく気持ちいいのでこれで頭皮を洗います。このさっきのスカルプブラシ、これで洗ってもいいんですけど、このブラシの毛、ここが負けちゃって髪に、ちゃんと頭皮が洗えてる感じがしないので、こちらは溶かす時にはいいんですけど、こっちを使ってます。すっごくすっきりするし、なんか頭皮がマッサージされる感じで、頭皮のコリも解消できるような気がしていて、これは毎日使ってます。このパープルの色味がなんかよく流さないと、この例えば爪だったり爪のサイドの部分だったりが紫に染まってきちゃったりする、しばらくするとっていうところがちょっとあるので、そこだけ気をつけたりとか、あとお風呂とか飛び散ったままそのままにしておくと紫色が染まってしまう可能性はあるかなっていう思うので、そこだけが注意ポイントではあるんですけど、すごくいいと思います。でこれを使わない時はシャンプーとしてこれ使ってます。最近はこちらはアイハーブで購入したんですけど、シアーモイスチャーストレングスカラーケアシャンプーっていうもので、これも若干ちょっと紫色がついてるんですけど、これはなんか紫が入るっていうほど紫色ではないですが、なんかこれも使い心地もすごくいいですし、しっとりするし髪の毛が、で香りはものすごくナチュラルっていう香りではないかもしれないんですけれども、いいお花のような香りがします。なのですごく使い心地もいいし、もうパッケージも可愛いし、すごくこちら好きですね。コンディショナーとして使用しているのがさっきのこれのシリーズのコンディショナー使ってます。これもねすごくしっとりしますね。髪の毛のねまとまりが良くなると思うので、私このブランドのもの好きです。でこれを塗ってトリートメント伸ばす時に、こっちの一番初めに出てきたスカルプブラシの方、これでこう髪の毛のこう細部にまでこのコンディショナーを綺麗に広げて、でちょっと置いて流すって感じ。これカラーケア用のものなんですけど、そうでない方も私前使っていて、それがこちらのものなんですけど、これも同じところのやつでグリーンのパッケージ、これがパワーグリーンズシャンプー、もうリング&アボカド、カーリーヘアにいいっていう感じの、なのでとってもこれしっとりします。こっちの方がよりさっきの紫のものよりもしっとりした仕上がりになったかなと思うので、カラーケアということではなく、ちょっと髪をしっとりさせたいとか乾燥毛の方とかは、くせ毛の方とか、これもいいかもしれないです。で私結構頭皮も弱くて痒くなったりもするんですけど、これは痒みも出なくて使い心地良かったですね。香りがちょっと甘いかな、さっきのものともまた違って、ちょっと
と甘い香りがするから、ちょっとこの香りすっごく好きなわけではないんですけれども、でも嫌いなわけでもないから全然いいですすごく使用感が好きで、パッケージもなんかアボカド色ですごい可愛いので、うん、このシリーズ、このブランド結構好きかもと思いました。とても最近お気に入りです。そして流してお風呂から出てきて、何も塗ってない状態でドライヤーして、何も塗ってない状態でこちらですね、ヘアビューロン 4D プラスストレート、ずっと前もご紹介したことあるんですけど、こちらを寝る前に使用してます。寝る前に使用しておくと全くこう寝癖みたいなものとかつかなくなるし、髪の毛が言うことを聞いてくれる、なんかいい子でいてくれる感じがするので、でこのストレートアイロンって髪に何か塗っている状態だと良くないんですよね。髪の毛の構造をこう変えるみたいな、普通のストレートアイロンの熱で伸ばすっていうのとは違うタイプなので、何か髪に乗ってると上に成分がまた違ってきちゃうから効果が発揮できなくなったりだとかするので推奨されてないんですよ。だからその何も塗らない状態の髪にこれで通す、180度まであるんですけど140度ぐらいでいつもサラッサラにした状態で寝るで朝起きてセットする時に、まあ、若干またちょっとこうふわっとしてきてるので、それを抑えるために再度こちら使用するんですけど、これはもう本当に数秒通すだけでサラッとするので、それで最後にヘアオイル塗ります。今はねこちらのオイル使ってます。ベレダのオイルで、こんな感じのアイハーブで購入したんですけど、ローズマリーコンディショニングヘアオイル、すごくなんか小さくてすぐなくなっちゃうかなと思ったんですけど、本当に少量でとてもしっとりするオイルです。香りもすごくいい香りで、これローズマリーの香りなのかな、ちょっと草っぽいハーブっぽい香りなんですけれども、結構癒されるんですよね。サラッとしたオイルというよりはとろっとしたちょっと重みがあるオイルなんですよ。でそれを本当に少量を手のひらに出して、こう手の間の部分とかに広げて、こういう感じで全部溶かすと本当にこうしっとりツヤ感のある髪の毛でまとまってくれるので、とってもこのオイル私今好きです。私ずっと前にオーセンティックオイルっていうあのダビネスのものを使用していて、それがすごく好きだったんですよ。少量で結構ツヤ感が出てまとまって、で香りもすごく植物の香りがして、エッセンシャルオイル系のでどこにでも塗れるオイルだったんですけど、それにすごく似てます。なんかテクスチャーとか雰囲気が、香りは違うんですけど、結構長い間しっとりしたこうツヤっとした髪が保ってくれるのですごく好きですね。これまだアイハーブに売ってるのかな、引き続きずっと使っていきたいと思ってます。で割と減りも遅いし、うん、すごく良かったアイテムですね。はい、ということでこんな感じで私のヘアケアアイテムのご紹介でした。もう本当に私ヘアの悩みは尽きなくて、ずっと小さい頃からくせ毛で、そのくせ毛と長い期間付き合ってきているので、今すごく試行錯誤してヘアスタイルだったりヘアに使うアイテムだったり、もういろいろ考えながら自分に合うもの、自分を魅力的に見せれることができるものを探し求めていて、今これに落ち着いています。今結構満足している、どのアイテムもすごく好きなアイテムばかりなので、気になった方見てみてください。はい、ということで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。バイバーイ。